はい、皆さんこんばんは。ちょっとね、久しぶりになってしまったんですけどね、トレーニングはね、ちゃんとやってます。目標に向かってやっております。で、この間ですね、ベストボディジャパンっていうね、コンテストがあって、僕はね、2人のお客様をね、担当させていただいて、見事、グランプリ1位と準グランプリ2位をね、獲得しました。自分のことのようにね、すごい嬉しかったですね。やっぱりこのトレーナーの仕事って、まあ、ダイエットの方を痩せさせるっていうのもね、まあいいんですけど、やっぱりコンテストに向かってね、一生懸命やってきて、そこでちゃんと結果を出していただいた時はね、一番達成感がね、ある仕事だなっていうのは思いましたね。自分が結果を出すよりもそれと同じぐらい本当に嬉しいですね。よく頑張ってくれました。で、その2人はですね、もともとこの間 YouTube で上げたんですけど、森瀬社長のね、ジムに通っている方で、で、コンテストがね、初めてなので、2人とも初めてなのでね、僕がね、ちょっと、まあ、アドバイスだったりね、できることはあるかなってことで、コンテストの3、4ヶ月前くらいからね、来ていただいて、いろいろコンテストに向かってね、減量や食事、最後のね、調整とアドバイスさせていただきました。ちゃんとね、僕ができることをやらせていただいて、結果も出たのでね、すごい嬉しいです。病院の院長とね、一人は会社をのたくさん経営している社長さんってことでね、やっぱそういう人ってやっぱメンタルが強いですね。ちゃんとやりこなす、さすがだなって思いました。で、やっぱりこう、コンテストを見てるとね、やっぱり20代、30代、40代、50代ってあるんですけど、やっぱりね、40代、50代ぐらいになってくるとね、絞りが甘いっていうかな、まあ、皮膚がたるんでくるっていうのもあるんですけど、ちょっと絞りが甘いっていうのが見えてくるので、逆にね、そこはね、ちゃんと絞れてる方が絶対有利だってことですね。40代、50代の大会は、みんな絞りが甘くなってくるから、ちゃんと絞ったら結構ね、いいと思います。別にね、絞りをね、こうサボってるわけじゃなくてね、僕は考えたのは、加齢によってね、年齢を重ねるにつれてね、やっぱりね、代謝が悪くなって、体重が落ちづらくなってくるんですよね。僕もね、28、9ぐらいから大会出てて、もう7年目ぐらいになるんですけど、やっぱ年々ね、やっぱ絞りづらくなってくるなっていうのはね、感じてます。やっぱりね、こうね、35とか超えるとね、体重をね、乗せすぎちゃダメですね。ポイントは、あんまり減量幅を作らないことと、減量期間を多く設ける。もう急にね、ガッてやってもね、やっぱ加齢、年結構それなりにいってる人はね、皮膚がね、筋肉にピタッてくっつかないっていうのかな。ちょっとこう、ぼやけるっていうかね、ちょっとたるんでるんですよね、コンディションがね。なんでやっぱりね、年配の方はね、脂肪をつけすぎないで、年中ね、結構いい体をキープしてると、大会コンディションにはね、すぐ持っていきやすいのかなって思いました。ぜひね、これから出ようと思ってる人は参考にしてみてください。で、今回9月で札幌大会優勝したので、今度はね、11月に東京大会、まあ、全国大会ですね。各地方で優勝を入賞した人たちがね、東京に集まって、日本一を決めるね、大会があるんですけど、それに向けてね、今度は11月に向けて頑張っていくところです。僕もね、最後までしっかりね、サポートさせていただきます。で、今日はね、大会もね、終わって、結構これから増量になりますよって人もね、結構増えてきてると思うので、増量、筋肉を増やすためには何を食べたらいいかってことをね、お話ししていきたいと思います。ね、今も言ったんですけど、年配の方はね、本当に体重を増やせすぎないように気をつけてください。若い20代とかはね、もう好きな油ジャンキーのものをたくさん食べて、
もう大会にねしっかり間に合わせられると思うんですけど、結構35過ぎるとね、あのジャンキーなもの食べて増量しちゃうと間に合わない可能性があるんでね、あの年中クリーンな食事でいきたいってとこですね。あと35ぐらい過ぎると、あの脂質が合わなくなって気持ち悪くなっちゃいませんかね。僕はそのタイプなんですけど、なんでね自然と結構クリーンな食事にはなってます。あのラーメンとかカレーとかね、あの脂っこいもの食べるとすぐ胃もたれしちゃってね、あの気持ち悪くなっちゃうので、僕の食事はね毎食ほぼクリーンっていう感じです。で、何を食べたらいいかっていうと、皆さんタンパク質っていうのは取ってると思います、増量中も減量中も、うん、でタンパク質の量は減量中も増量中もそんなに変えなくて大丈夫です、うん、例えば減量期200取ってる人であれば、増量期は多くても300とかね、それぐらいで大丈夫です。で脂質はね、減量期よりも少しだけ増やしてあげてください。減量期 30g 取ってる人はちょっと 50g ぐらいね増やしてね、あげてちょっとだけね脂質を上げてあげてください。一番上げてほしいのが炭水化物になりますね。もう炭水化物、お米、そば、パスタ、お餅、オートミール、何でもいいんですけど、食べやすいものをねしっかり食べてください。それはね一気にガツッドカッと取るんじゃなくて、こまめにね食べてあげたいですね。一気にドカッと取ったらね、あの血糖値も上限が激しくて眠たくなったりね、だるくなったり、トレーニングにね、力入れなかったりするんで、食べる量は多いんですけど、ドカ食いをするんじゃなくて一定の量をこまめにね数時間おきに取るって感じですね。僕だったら例えば 200g のお米を8回取るとかね、なんで結構2時間おきに、取るっていう感じですね。あの砂糖のご飯1パックを 200g なんで、あれぐらいのお米を2時間おきに取るっていう感じです。結構辛いのよそう、結構ね辛いのよ増量って。クリーンだとね、変なお菓子とか食べちゃうと楽なのに、まあ、楽っていうかすぐカロリーいっちゃうんですけど、クリーンなものってやっぱカロリーいかないなんでね、結構辛いのよっていう感じでね、しっかり炭水化物をとって、扱う重量をねどんどん増やしていく、トレーニングの強度を強くしていくっていうのが一番大事です。そしてね、大会終わった直後っていうのはね、インシュリンのね分泌量が増えるので、一番筋肉量が増えやすい時期なんでね、大会終わったばっかりだよって人はねちょっと休みたい気持ちもわかるんですけど、トレーニングをね優先してしっかりね食べて、頑張ってみてください。来年に向けてね絶対にねつながることだと思うんで、頑張っていきましょう。あの筋肉量ってやっぱそんなに増えないのでね、この増量期にどれだけ筋肉をね、自分の弱点部位に対してね筋肉をつけられるかっていうのが大事になってきます、結構初心者の人があるあるなのは、減量してねその時にね、あのここが足りないから一生懸命そこをやるっていう感じになりがちなんですけど、やっぱり減量中って筋肉は増えません、基本的にはね、基本的には増えないので、増量期にどれだけしっかりね筋肉をつけられるかっていうのが、来年向けてのね、次の大会に向けてのキー鍵になってくるんでね、増量期もねしっかり頑張っていきましょう。はい、ということで今日はね、どうやったら筋肉が増えるかっていうね、ことをお話しさせていただきました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。これからもね引き続き頑張りますので、応援よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。またね。